次回のパニパニポエノは、古い魔女たちは魔力を合わせてある村の子供の中にその木の実を封印したんだと。これはきっと幸せの木の実のことである。このハピネス絵本にも村に一人天才の子供がいるって書いてある。天才いるかな。ウズリンの森の天才子供を決める大会を行います。